疲れます疲れましたけど、まあ、ファーストステージ目はスタートかっこいいとすごい迫力があってよかったので、ちょっとそれに負けないように最初ちょっと気合い入っちゃいましたけどね頑張っていきたいと思いますということで、まあ、あまり喋っても僕そんなに喋れないのでだんだん行きたいと思います。次の曲はですね、もちろん欲しい曲の説明をするので大丈夫です。次の曲はですね、一応僕らタッキマサカルテットということでプロカルテットということでやってきているので、ちょっと一つオリジナルを曲やりたいなと思っています。この曲はですね、ちょっと1月ぐらいにふと書いた曲で2時間ぐらいで書いたんですけどその曲を20分ではないです
方の人にこうちょっと交えて一曲演奏できたらなと急遽思いつきましたので、ちょっと一曲やってみたいなと思うので、ちょっと来てもらっていいですか。
したところで、ちょっと一曲、もしかしたらあんまり誰かあんま知らん、まあみたいな人もいると思うので、ちょっとみんなが知ってそうな曲を一曲やろうかなと思います。曲名は後で。
もう中盤に差し掛かってきて、ここでもう一曲、中盤、まだ中盤ですここでもう一曲ちょっと僕の曲を一曲挟みたいなと思います。荷物とかあるやんかこの曲はですね、僕別にそんなに普段曲とか書いてるわけじゃないんですけど、3曲目、僕が書いた中で3曲目、まだ3曲目なんですけど、多分僕が書いた中で一番好きな曲かなと思う曲なのでちょっと爽やかな感じでいいですか、やってみたいと思います。スカイです、お聴きください。ここはカウンターです、マスターWe'll be right back.
てくれたオンドラムス青木洋平。そして、竹政カルテットリーダー石川竹政でお送りしました。どうもありがとうございました。そして今日はこのフルハウスという場所でライブさせていただき本当にありがとうございます。そしてお客様もこんなにいっぱい来てくださってありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで最後の曲、もうこのイントロで分かった人は分かったかもしれないですけど、キラージョーを歌いたいと思います。ありがとうございました。今日はThank you.
2キロ軽くなった。
もうこの天地のこのぐらいじゃないの、焼き場 も細いよ、ね、このぐらいか、シミはもっと狭い、そうそう、それを思うと天地はまだ一緒やけど、シミは一緒やけど